おはようございます。テディが朝寝坊38分遅れて始まりました。今日箱かぶってる名前です。スピリチュアル TV 聖なる言葉の時間でございますけれども、箱かぶってる名前です。箱かぶり名前です。よろしく。箱入りでないですよ。箱かぶりです。箱かぶり名前です。箱入りといえばですね、今日は品川からお届けしております。品川の箱に入ってはいるんですけども、うん、私箱入りだったんですよ。ずいぶん長い間。皆さんお元気ですか？何がお元気なんですか？元気ですか？箱をかぶってるというね、はい、今日表現をもらいましてね、ずいぶん長い間箱入りだったかなと。まあ、何でもかぶってください。で、そのかぶってるもの、箱入りの割にはあれだよね、家でしたりなんかしてて。だからそうそう、箱入りだから家ですもんね。そんなのも私ですね、うん、まあ、それを勝手に自分で箱に入ってただけっていうのは最近気づいたんですけど。あ、プリンスです。ん？シナプリ。勝手に自分で箱に入っているんですよね、そういうのって。っていうのをちょっと、まあ、でもケースバイケースだよ、箱だけに。東京に来てですね、久しぶりに東京行きました。はい。で、久しぶり、はい。昨日ですね。そう、なんで僕たちが今日シナプリにいるか。まあ、昨日ですね。はい。トシさんのお友達の、ね、私いつも冷静ですよ、ね。あ、そうね。基本的に冷静ですよね。あの、朝食食べたよ。あ、シナプリの朝食は食べてないけどね。東京の当社の友達の誕生日会というのがあって、個性心理学の生みの親鶴本正宏さんがですね、お誕生会をですね、ブリキのおもちゃ館のオーナーの北原さんの お宅でですね、まあすごいゴージャスな、佐島というところなんですけども、海沿いにあるね、あの皇室の関係の方の別荘だったところなんですけども、そこで大々的に限定100名の100人以上いたと思うんですけどね、大きなバースデーパーティーがありまして、それに昨日参加してまいりました。で、今回はそこに、まあ、私たちの娘を連れてきたわけなんですね。もうあの、まあ、娘と言いましても、もうかなり年齢を言いますと。28。はい。なので。で、いやいや、そんなん50になったって娘は娘さんよ。まあそうですね。うん、私も母の娘ですね。で、なそうだね。そらそう。そうですね。で、まあ私は彼と一緒にいるようになって、11年ですよ。結婚しては11年という形で、12年目になるのか。はい、その娘というのは、うん、ですから、彼ではない方のお父さんは別の方という。そうそうそう。はい。で、昨日ですね、まあ、本当にたくさんの方が、ケースバイケースで箱だけに、ね、里奈さんが受けてるのね。あ、ありがとうございます。昨日ですね、まあ、まあ、そういう、まあ、トシさんのお友達の方という、うはい、すごく仲のいいね。鶴ちゃんはね、もう24年ぐらい前に出会ってて、もう本当にずっと、まあ、間ブランクは空いてましたけどもね、お付き合いさせていただいておりますが。で、結局。北原さん、すごいスピリチュアルな人だよね。本いっぱい出してますよ。あの、今日の言葉みたいなのをずっと、なんか、出されてて。うん、で、私の娘を、まあ、例えばそういう東京に、実はですね、連れてきたとかね、そういう一緒に来たっていうのは、ま、あの初めてなんですね、そういう場所ですね。東京は初めてか。東京にですね。で、まあ、地元にいましても、もう彼女は今、もちろん勤めをずっと大学生だ、一緒になった頃は高校生だったけど、うん、まあその後は大学に行ってたり、大学に行ってる間も、
もう本当に大学はあの違う県私たちは岡山にいましたけど京都に行ってましたし、うん、でその時に、まあ、海外オーストラリアにしばらくいたりとかでその後にもう仕事に大学卒業したら仕事でもうほとんど、まあ、あの私の実家の方の家業の方の仕事をしているわけなんですがほとんどこう時間がもう働き盛りにもちろん突入するわけですから長くこう一緒に頑張り屋さんだからねそうですね、うん、で、でもまあ私たちは基本2人で、いろんなところに行くという仕事を選んでますと、彼女はまあその前からですって言いますとねあのうちの母の方の養女という形でずっと育ててもらってたわけなんですねでその延長で、まあ、一緒に七海さんも複雑なご事情がございましてね、そういうことに、うんまあ、なったことあるんですねそうです、はい、ただ単にそうだったんですけどその感じでその時に、何を言うか結局その辺あの詳しくお知りになりたい方はですね Amazon でも買えますあの小島七海町、地球から地球へっていうご本に書いてございますので素晴らしいありがとうございます、はい、素晴らしい想像に影響ありがとうございますで、そうですね。どれだけうまいや。はい。で、の、そうなんです。で、まあ、で、結局彼女は昨日そういう場所に、まあ、あの連れていくっていうのも、まあ、本当に。まあ、プチ社交界デビューみたいな、ね。はいはい、そういうことで、ただまあ、例えばその何年か前にも、ちょこちょこ、ちょっとライブにね、おいでよと言ってちょっと来たりとかね。高本さんのお芝居に連れてって、まあ、そんな感じで、ね、はい、楽屋で合わせたりもしたし、ね、まあそういうことももちろんありました。うん、ただまあよくありがちでは、坊先生、おはようございます。おはようございます。今どこにいるの？で、まああの本当にね、で昨日の場合はですね、トシさんの実はお友達で、うん、来られてる方も、まあいわゆるタクトクさんの知ってる方とか、いわゆる仕事のお友達と言っても本当に大人になってからのお友達というのは、仕事こう本当に講師ともに講師ともどもですそうですね講師ともどもに仲間としての仕事という、うん、どこまで仕事でどこまで遊びか分からないでもまあ、はい、でもそういう方の関係というで昨日はその方の誕生日パーティーだったのでつるちゃんの誕生日パーティーでした、はい、で当然その誕生日パーティーというのはあのみんなでお祝いするって形で楽しくやってますよね。ただあの本当に来られてる方といっても本当にもちろん大人の方ですし、でいろんなあのお立場の方とかでいろんなただそういうこともただそういうことは関係なく、そう集まってる時にはただその人のお祝いするっていう状態の中に彼女がいた時に、ちょっとやっぱりだけどやっぱたくさんの人が、ね、あの時間の中でこう集まった中にやっぱり皆さんのお話を若いなりに聞きますよね大人の話を、社会の話を聞く時にこう昨日はですね非常に、まあ、よくありますね、多分、私はもちろんそうですけれども私に対してもそうですけど多分非常に何をやってるか例えば分かんない仕事とか思われがちです非常に、子供っていうのはなかなか親の仕事っていうの間近にいても分からなかったりとか、よくありそんな感じかなと昨日思ったんで途中からあなんかすごいとかですね、非常に楽しいというのもあるけど、すごいどうやってこういう人たちと知り合っているのかとか、なんかそっちの方にこう意識がいくわけですよね。でそして途中で本当にこう、まあ、例えばこういろんな方に紹介されているときに、まあ、トシさんは本当にあのそういう場所で、彼は、いわゆるいろんな人にこう、お話をしてっていうのをこうあちこちこう見てるわけですよね。そうです。そういうことをしてるわけですね。で、その状態の中で、皆さん楽しくこう話をされてるのを見て、まあ、例えば私がいた時に、まああのうん、彼女は彼女で、いわゆるいろんな人とこう普通に話してるわけですね。で、どうやって来られたのとか、どこから来られたのとか、そういう話の時にこうふるっとこう出てくる言葉っていうのが、今日は私は、まあ、あの鶴本先生は知らなかったんですけれども、父と母がすごくよくして仲良くさせていただいているのでというようなことを連れてきていただいたんですっていうのことを言ってるのを聞いた時にこう父と母と父と言ったわけなんですね。まあ、あの本当にそういうのはこう
言われたことが実はないわけなんですね。ないよね。ないんです。やっぱりこう、うん、その、まあ、まあ、それはそうだと思う。それは子供的にもそうだと思うんです。だってね、ある程度一緒に住んでもないし、そうです、戸籍上もなってないし、そうです。娘的には母の、養女のままにしてますし、うん、であとは、会った時も当然楽しく、うん、すぐ仲良くはなったんですけど、まあ、お父さんってなんて呼べばいいのっていうの最初ね、うん、あの年って呼んでもいいのかなからそんな感じでそこから始まって、ただまあ、 あの非常に、やはりどこかで、まあ、 あのいろんな別にずっと年でももちろんいいと思うんですけど、うん、そうですね。ただあそうか、あまた違うことでこう父嬉しそうにこうやっぱり父とか言ってるのかを見ると、あそこはそこで、何かこう家族としてのね、何かこうまた違う段階に上がったのかなと昨日はすごく思ったんですね。で、そして、昨日のその、うん、夜なんですけれども、夜は夜で、私あの息子がまたいます。でその息子は今、23歳になっているんですけれども、その子は今東京の方で、自分で事業を立ち上げましてですね、仕事をしてるんですけれども、うん、今回もその、彼とは、その娘自体、長女の娘と彼とは父親が違うんですね。ただもちろんだから私の息子であるからもちろん兄弟ですよね。で、長く彼らも会ってなかったです。私もその息子たちとは10年会ってなかったので、ただこの2年ぐらい前から本当に成人してからですね、会うようになりました。で東京にいるので、私が東京来てる時にはいつもできるだけ会うようにしてるんですけど、今回もまあ会うようにするんですが、まあ、ちょっとすごく面白い子どもたちっていうか、でうちの娘はですね、娘でこちらに東京にいると夜私も友達と会うんだって、でもその友達は昔の彼なんだよと、学生時代にちょっとお付き合いしてて、一緒にオーストラリアそうそう向こうでお付き合いしてた、ね、うんうん、まあ本当その時はね、結構相談にも乗って本当にその子と結婚するもありかなみたいな感じでお付き合いしてたんですけど、まあそのあたりはちょっと縁が違ったみたいで、その後もちろん別れてという形なんですけども、仕事に会ってないけど連絡したらお互いちょっと会おうかって感じになってからちょっと会うんだけどねっていうところで、でじゃあ私も息子もその娘と一緒に会いたいのもあったんで、じゃあ一緒にどうするって言いながら、うん、どうしようかなって感じだったんですけど、結局まあその時はトシさんも行こうかとか話もしてたんですが、ちょっと昨日やっぱさすがに日中非常に、長時間で長時間と朝も早く、昨日朝一の飛行機で、ね、岡山から羽田に飛びの日中ずっとほぼ立ちっぱなしで、なんかね、あとお酒飲んじゃったからあんまりお得意ではない。まあそのあたりで、まあ、ちょっとトシさんも今日はもう僕、ね、寝とくような感じだったんですけど、まあそれはっていうかね、そういう時ってなんか僕ちょっとなんか微妙で遠慮しちゃうんですよ。いいです、それでいいんです。ですからここから話していきます。すごくね、あのね、本当にね、僕今少しぐらい話させてくれてもいいじゃん。どうぞ、じゃあどうぞ。いいよ、じゃあその話して、でして、その方が面白い。どうぞ、今の微妙に何続けて、微妙に遠慮しちゃうよね。だってななみちゃんの、まあ娘の方はね、もう十何年、まあちょこちょこ会ったりしてるし、高校の頃から見てるから、まあまあそうでもないけど、その息子ちゃんの方はね、まだ僕1回しか会ってないしね、 Facebook で前に会ったこともないのにフレンド申請したら却下されたしね。それはまあしょうがないにしてもさ、まあまあ僕は別にいいんだけど、向こうがどうなんだろうっていうのもあったりするよね。僕は別に平気なんだけどさ、どんなとこ行っても向こうが話しづらいことがあったりするとかわいそうだしなとも思っちゃうんですよね。はい、OK です。で、うん、そうなんですね。で、ただ昨日その結局4人で4人、この4人というのは娘の元彼と、私と
息子と、まあ、娘なんですけども、ただやっぱり息子も最初は、娘的にもなんかこう微妙だよねとか言いながら、でも4人で会ったらですね、息子の方とその彼は渋谷でなんかその彼も渋谷同じとこ住んでたりとか、でもちょっと仕事関係でなんか非常にこうなんか途中からなんか微妙だよねって言いながら6つなんか話がそっちで盛り上がるわけですね。まあ年も近いしね。数年ですね。まあ、 23歳と28歳ぐらいですからね。で非常になんか初めて同士でも、 で結局話をいろいろしてると、まあ、その彼は今はもちろん彼女がいたりとか、でうちの息子も今最近 彼女ができたんだとか、だからうちの娘、まだ私はまだなんだよねとかって言いながら、まあ、私もそこで入っていろいろ聞いてたんですけど、で結局最終的にはなんか私たちちょっと早めに切り上げたら、その息子とその友達、娘の友達の方、元彼の方ですよね、2人仲良く同じところで一緒に、じゃあ一緒に帰ろうかみたいな感じで帰っていってるという状態ができてて、でなんかすごい、なんだろう、面白いなとすごい思ってね、何か なんだろう、なんかね、話したりとかいろいろしてると、どこかでそういったことって、まあ、なんだろう、私すごくね、その友達とかね、その昨日特に友達がちょっとキーワードだったんですね、鶴本俊さんのお友達、中区のお友達の方のその会の中の本当に、で、長いお付き合いの方、本当初めて出会った、でも友達になるきっかけって何だったんだろうとかね、例えば、最初はその人本当に違うところからの縁だけどすごく仲良くなって、でもまあ気づいたら本当にまた違う形で、しばらく会わなくなったりとかですね、そのような感じでも、だん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 今思うのは、本当に友達というのはきっとどんな時でも楽しい時だけでもなく、何らかでも例えば辛かったりとか、何かこう、そうですね、厳しいような時でも、例えばその時に一緒になって、ちょっと一緒になって頑張ろうねっていう状態になってたりとか、で一緒になって泣いたりとか、そういう時の友達とかですね、本当に、きっと当たり前かもわかんないけど、本音で喋れるというか、嘘偽りのないというか、そこで、そこを全部ね、本当伝えられるっていう、そういうさらか出せるとかね、そこっていうのはもしかしたら自分が勝手にこう垣根を作ってて、自分が勝手にそうにしてるとそういうになるっていう、もう私自分でも思ったんです、箱入り箱かぶりとかね。当然そういう時期もあるだろうけども、全くそこがどんどんこう抜けていくと、もしかしたらみんな友達というかね、そういうことができるのかなと、昨日非常に面白かったですね、結構友達がキーワードでしたね。アクションです。大丈夫ですか？話終わっちゃったの？え？私？そう、昨日はね、昨日の話、友達とか、なんかこう、結構、自分のこう、なんかね、何の話？そこ教えてほしい。そこの会話が。大丈夫、大丈夫。テディとのやりとりだから。テディとのやりとり？そうですね。今チャットされてる人たちは、それチャットじゃないんですよね。チャットだよ。あ、チャットで？それじゃ皆さんも見られてるってことなんですよね。じゃあちょっとその話をしましょう。公園でなくスピーチ。いやいやいや、この話は別にする。今ちょっと話してて、ここだけ、今ちょこっとだけここだけ言いたいだけだ。何の話しとこうか。話してたじゃん、さっき。友達の話でちょっと途中で終わったんですけどね。じゃあ友達っていうことで、
ちょうどですね、私が今結構参考にしている方の、話が、ちょうどその友達とかの話っていうのがね、あったんで、参考がてらに、友達とかね、仲間とかですね、ありましたけどね、そうですね、まあ友達っていうか、あの、仲間、人との関係、人をどのようにして、人と付き合っていくか、例えば私は人付き合いができないとか、仲間作りが難しいとかですね、私も実は結構そのタイプで、かなりこうこもっている、表面的には、お店、飲食業を、子供を実家がやってますと、お客さんをたくさんのお客さんを相手にしたりとかしていくと、まずざっくりとか表面的に合わせたりとかですね、そういうことがなんかこう当たり前のようにできているわけですね。で、ただそこで当たり前のように表面だけで合わせているとだんだんですね、どん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 その箱ですよね、本当に被ることが得意になってくるわけですね。で、どこでそこをもう区別がつかないというかですね、区別をつけなきゃいけないんだろうけど、区別がつかないとかですね、で、友達が作れないとかですね、プライバシーと、公なところのその友達っていうね、仲間とかですね、その感じっていうのがもうどん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 こう自分でこう分かんなくなる、で自分でこう苦しめるっていうね、でそれも多分全部こう勝手に自分で作ってるわけですよね、自分の中のこう 枠ですよね。もうちょっと下がった方がいいと思う、むしろ自分の中の枠みたいな感じで、でその枠っていうのがもう本当にこう気づく、まあ本当みんな違うので、その枠を気づいた時に、あ、そうかそうかって思えるっていうか、思えたら多分もうそこはその多分どんな人とも共有できるというかですね、自分はただ別に絶対枠を持っちゃいけないとか言ってるわけじゃないですよ。どんな枠があるのかとか、あ、どのような目で人を見てるとか、どのような目で人と接しようと思ってるかとかですね。で、まあよくあるのが、だからこそ本音でしっかり、まあ、常にいつも自分がやってることと思って、言ってることとやってることと思ってることが一致させる、一致してくると楽になります、ね、多分きっと、多分違ってるからだんだんあれとかですね、でそこの部分で違って、同じだったとしたら常においてそこにおいて 100% なんですよね。あ、そう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 、その感じですよね。 100% そこにいたり 100% そこをやってると、真剣に何かがそこに発生してると、どんどん人と関わってくる感じも変わってきて、多分当たり前かな。で、人と話が例えば合わなくなってきたとしたら、じゃあそこでその時に考えて、例えば本当に喧嘩をすることもあるでしょうし、でもそこにおいて自分が何かを気づいたとしたら、あ、今度も変わってるわけですね。で、関係性も変わりますよね。で、まあ何を言いたいかと言いますと、ちょっとした何かのことですぐにこう、もう人が、自分がですね、よくやりがちだったのは、そこで全否定してしまう、もうそこで、あ、もうダメだからもうやめちゃおうとかね、でもなんかそれをやってるとだん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 自分が狭くなっていってるなとか、それをやってきたら部分においてはものすごくそこがこう欠けているなとか、そこに気づき始めるわけです。そうすると、あ、そうか、じゃあ今度はそこをもう一度しっかりちょっと見てみよう、蓋をしていた部分、自分がこう全否定していた部分って何だろうとかですね、そこをなんかこうすごく拒んでたところとかで、そこを見れば見るほど、見たらなんかどんどんそこは全然違う方に変わっていくわけですね。なんかなんとなくですけど、その辺がありがたいことに、詰めていくと別に、その時の 100%、 私今でも思うんですけど、なんか
基本は多分絶対に、何かこう命ですよね、命を大事にしていったりとか、命をつなげていくとかですね、そこに絶対戻っていくんですけど、でそこがあるとした上だったら、でそこで、何か起こった時にも何かこうね落ち着くというか、自分では。でそしたら今はそのことで何かの、最大限の、だって自分のことしか自分では責任持てないと自分では思ってるので、で当てたら自分のことは自分が責任取れると思うと、まず自分の命の部分において、でそこをしっかりと、じゃあどうやったらその命を、大切ですね、大切っていうかね、命をつなぐっていうことができるのかなと思った時に立ったら、じゃあ今はそこを、あまりにも自分を傷つけてしまうんだったら、今そこを少しそうじゃない方向に行こうかとかですね、かなと。でそういうふうにすると、そこで結構これが良かったかなと思うようなこと、まあ、こっちが嫌だったな、これすごい辛いなと思うことでも、その時はそうだったとしても、時が経てば全然違うところでそうに返ってくるっていうのを今体験してる。反対にすごい今その昔その時にはこっち楽しい楽しいないいなっていうようなところって、結局はなんかもうそれ終わってしまってて、もうそこではなくなってたりとかですね、まあちょっと簡単に言いますと、例えばその子供のことに言っても、私は子供とその小さい時に子供たちと離れることになった時も非常に、自分的にはすごい辛かったんですね。本当に会えなくなるとか非常に辛かったんですけど、今その時はもうそれでその選択をもうしたわけですね。でもその辛い苦しいっていうのが続くわけではないって今すごく今体験してるわけですね。必ずどこかで思っていること、これは自分のこうなんだ、で離れていても私はいつも彼らを愛していたりとか、どのようなことっていうのを常に自分の中にキープしているってこと、本当にやってたっていうのを自分で今確信持ってますね。で別に一緒にいてもそれももちろんそうなんですけども、でもたまたま私の場合だったらそういうような形で、でも今はこうやって会うことになった時にも、そこがすごいこう、まあ多分、結構特に娘なんかはですね言いますね、月に、まあ、2、3回ぐらいしか仕事の休みがないんですけど、割とその 2、3回の休みっていうのはできるだけ何だか分かんないけど私と接触してくれようとするわけなんですよ。でよくよく考えて、で私も嬉しいから、近くにいると嬉しいからこう会おうとか、まあ、よくよく考えてみたら、ある部分子供の時にしょっちゅうそれが多い人はもうある程度年齢いった時にはやっぱりもう全く お母さんとかね、そういう、身内とはもう全然そんなに1年に1回も会うか会わないか、しばらく、里帰りもしてないよっていう方ももちろんいらっしゃる、多い、そういうこともありますよね。だから本当に何だろう、どこに、人と比べ、いろんな形の家族があって、でいろんな形の人が本当にいろんな、そう、本当に当たり前に多種多様があるので、自分、本当に自分はどこでどの家族というものがあるとしたら、その家族を自分の家族って、自分の家族観って何かなっていうのが、やっぱりね、そう、さっき言ったその箱ですね、箱の感じがね、ちょっとこう私割と今家族っていうのがあれかなと思って、いかがでしょうか。うん、ちょっと一人で喋ってる感じ、ちょっと寂しくなってきて今。あ、そう、だっていつも残ったから、いやそんなことね、ここまでなんか全然そっちと今私の今のずっと話いや、はいじゃなくて、やっぱりちょっと聞いてて欲しかったかな。いやいや、なんかいろいろとこっちで、そしたらそっちを教えてほしいかな今。いや教えることじゃないし、あ、別にその話、その話とは関係ないことだからさ。本当に、北原さんのインタビューをしたいって話。ああ、それもいいですね。ちょっとじゃあ私の今の話はどうでしょうか。だからほとんど聞いてないの。じゃあもう一回話してもいいかな。ちょっと聞いてて欲しかったな、まあ、なんかめんどくさい話だなと思って聞いてたけど、別に僕はそんな風には思ったことないし、何を何をだって思ってることと言ってることとさ、そんな
さ、うん、やることとさ、うん、必ずしも一致しないしさ、それは個性心理学的に言えばさ、うん、あの思考と本質が違えばキャラが違えば思ってることはこうじゃなきゃいけないとかこうするべきだって思ってたってことはあるからね。うん、まあ、そういうことじゃないのかもしれない。そういうことじゃないと思う。私が今言いたかったのはそういうことじゃなくって、うんうん、あの ここでこう表面で言ってて全くこう違うようなことをあのね、なんかいわゆるこうその時だけ合わせてさっていうのがまあいい時もあるけれども、なんかそういうの本人はそんなつもりなくても、うん、そういうふうになっちゃうっていうこともあるよね。っていうかそうしとく方がその場はいいよっていう場合もあるしね。うん、だからそれでいいと思うんですよ、うんうん、そこが自分が苦しくなければ。ただなんかこうなんだろうな、こうあまりにも裏表があるとね信用しないよねっていうところある、ね、あるよね、うん、だったりの本当に人前で言ってることとちょっとそうじゃないところで言ってることがそんなみたいなことが続くと、どうなんだろうって思うときあるよね。そんな感じかな。まあそういうときは、まあ、自分はそういうふうにならないようにしとこうと思うぐらいかな。で、あとそこを私は自分で思ったのは、まあ、あの人に対してもそうだけど自分がそれを思ったときに自分が辛くなければそれでいいかなと思うタイプなんですよ。自分がね、あそんなこと言ったんだけど実はこうだったなって、自分の行動が違ってたなって、あんまりこうそんなになんか縛られてたらこうやっぱり辛いかなとかね、それに気づいた時にね。そしたらそうじゃなく、そうなの、お互い様だからね。ん？お互い様だからね、そういうことって全てはね。だから自分だけが傷ついて辛いってこともないしね。ねえ、そうなんだよね、うん、そう、自分だけがね。そんなこと言ってたら何もできないよ。何もできないから、本当そんな人間関係作れない。そう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 、そんなで、だって別にさ本当に悪気なく言ったことだってさ、相手にとってはさなんかすごい傷つくことだったりすることもあるしさ、逆にそういうこともあるわけじゃん。なんかうわこんなこと言われたわ、相手はなんか冗談で言ったつもりでさっていうことだってあるしさ、まあ、できるだけないようにするっていう努力は必要だけど、でもそんなことはさ、できるだけ交通事故に起こさないように遭わないように運転してたってさ、交通事故あっちゃうみたいなもんだと思うけどね。ね、うん、そうするとやっぱり、いや私今ちょっとずっと途中聞いてなかったからだけど、うん、人の付き合いができないとかさ、仲間ができないとかさ、なかなかっていう人たちが今多いからよく相談を受けるんですよ。お友達ができないからとかね、うん、それ仲間がね、信じないからでしょ。おお、そうするので今私は自分の解釈ではそういう、うん、まあ、どんどんいろんな付き合い方があるしとかね、そういうふうに思ったわけなんですよ。その時はそうで でも友達ってさ、こっちが友達と思ってても向こう友達と思ってなかったりさ、その逆もあったりするんだよね。あれって友達じゃないんだ、友達って何、そこになるわけです。であと友達ね、そもそも友達って何って、ね、友達と知人知り合いとどう違うのっていうのも人によって違うしね。まあ、つるちゃんと昨日会ってたから、あえてこう個性心理学的に言うとさ、その辺はもう本当にあの個性によってまたその概念も違ったりするから、概念っていうかね、うん、そもそも友達って何みたいなね、まあいろんな定義をされてると思いますけど、人それぞれまたそれも違ったりするからね。まあまあ面白いもんですよ。うん、ね、友達とか、なんとさっき言った私は家族とかですね、人との付き合い方、仲間っていうか、ね、関係していくっていうのは、うん、きっとその時、多分ですけど、まあ、どんなことでもそうだけど、その時に応じて絶対違っていくので、やっぱり常にその時が 100% で、いるっていうのが、うん、しかないなと。で、だからこそ傷ついたりとか、そういうこういうことももちろんあって、ただでもそれを続けていくだけかなと。その辺はいかがでしょうか。 100% 常にいるという感じ。 100% 常にいる、うん、なんか常に
なんか 100% だなっていう感じが毎日ね寝るときに、あ、今日もう一日もう 100% 自分だったなとかね、まあ、そうやって思った方が自分がいい気持ちいいんだったらいいんじゃないの。うん、そうそう、そんな感じ、うん、私は今そんな感じかなっていう。どう思うか、うん、今も 100% なんてありえないと思う。100% がありえないということは 100% を目指すけど 100% なんてありえない。だって今思ってる 100% もこの5分後の 100% は今の 120% かもしれないもんね。ね、常に違うもんね。思っちゃう、もうそんな 100% 達成なんて死んだってできへんわって思ってるからね。だからそれは僕はそう思ってるから僕を生きられるわけだから、それでいいと思いますよ。でいいんだよね、うん、で別に人に押し付けることも必要ないし。そうだと思いますね、うん、私は今は今の感じはもう常に 100% かなって、うん、もうどんな瞬間も 100% だなって思うようになった方がなんかこう、うん、だからそう思った方がいい人はそう思えばいいのよ。、うん、あのそれを人にこう強制して来られるとうぜって思うから、あのそういうことを強制しなきゃいいんで。自分は勝手に思ってるよね。それで自分が良ければ別にそれは自分がいいわけで、その相手も それがいいとは限らないからね。相手もいいとは本当限らないと思いますね。全然限らない、そんなの、うん、だって人それぞれだもん。で人は絶対コントロールできないので、食べるものだって好き嫌い違うしさ、そんな嫌いなもの無理やり食わされてさ、気持ちいいわけないしさ、そんなのストレスでしかないもん。これいくら体にいいよって言われたってさ、そんな、いや、そんなよくは、まあ、思ったらさ、大体多いですよね。全くあの強制しても本当に、ただ今でも自分で思うのは強制じゃないけど、嫌だけど言われたけど頑張ってやった親の何かっていうのは、もしかしたらそれはそれでやっててよかったかなって思うことも、まあ、いっぱいあるので、うん、親切とか、その、なんだろうな、親、まあ、例えば親の愛とかね、それが例えばしつけが押しつけとかっていう言い方もねしたりするけど、微妙だよね、難しいとこだよ。うん、私はね、その時はその瞬間はもう押し付けであっても、うん、後々、ああ、あの時こうやってなんか言われてこういうふうにことを強制されたけど、あ、今はなって思うとそれはそれで役に立ってるなってこともあるし、ね、そうなんですね。特に癖みたいなものをその時に親が、あの私結構そうですね、爪を噛む癖とかあったんですけども、かなり言われたりとかですね、あと器を持つとかですね、なんかそれがすごく言われた時もあったんですけども、二条さんの時はとか思ったんですけど、まあ今から思えばそれをやっててよかったなとかですね、気づいたら、ああそうかってそれに言われたから、うん、それはそうだけど違う、うん、そういうことじゃなくて、例えばその、うん、ある意味価値観的なところでね、あるじゃん、そんな詰め噛むのはそれはまあ大概良くないですよ、僕も噛んじゃうけど。爪を噛むことがいいっていうことは多分ないと思うんで、それを強制されるのはいいと思ったけど、そういうことじゃなくて、その人によって違う価値観の部分でさ、なんかこう親の価値観をこう押し付けられてくるときにさ、どうよっていうのはあるよね。それもまあ思ってないだよなって思えるようになる時もあるけどね。例えば僕は高校の時に役者になりたいと思ってたけど、まあ親にしてみたら、その役者でもお前なんか食えるわけないだろ、そんなもんダメだ、大学行けとかさ、まあ、就職せとかさ、公務員になれとかさ、公務員になれとまでは言わなかったけど、そういうふうなことってあるんだよな。まあ、それをまたこう自分もしちゃってたりするんだよねっていうところがね、うん、これはまあ愛というかなんというか。私は最近なんとなくですけど、まあ、もう愛と本当になんかあの思うようになってきてます。まだそこをそれをと思える自分であれるかどうかっていうことだな、これだな。本当に愛だなっていうのはね、今思うようになってきています。なんか感じるかな、思うっていうよりはね、まあでもやっぱ思う方が強いかな、まだそこまで感じるってところに達してないのかも分かる、それは分からないですけど、はい、それも、あんまり長いこと歌わないほうがいいよ。
それも、うん、著作権の問題がある、ね、それもテディが困るかそれも全然違う曲にしちゃおう、うん、ちょっと時間がわからないんで、うん、まだ、まあ、あと15分ぐらい、うん、あ、そうなんですか、うん、いやもう20分ぐらいあるのかな、だいぶ遅れて始まったんで、ね、あ、そうなんですか、うんうん、さあ、話題をまた今日タイトルこれテディがまた困る、もうん、そうでもないんじゃないですか、あ、そうなの、だって友達とか家族とかそういうので、うん、じゃあそういうので仲間作りとかっていうのでやってますけどただじゃあそういうのでうん、ただどれも愛になってますよいつまででもいいんですよ、そういうわけいかへんね、何が時間はいつまででもいいんですよ、あ、そういうわけにはいけへんね、そうですね、こうで僕思うんだけど、はい、あなたそんなに前のめりでさ、すっごくでかく映ってて、うん、それでいいの、前はな、私が顔が大きく映るからいやとか言ってたけど、そういうことはあんまり気にならなくなったの、最近ね顔があんまりでかくないんで前はね本当に確かに顔がでかかったんですよねえ、なんかで最近顔ちっちゃいって言われるから、なんか反対に顔が、うん、顔をそんなにちっちゃくないよっていうのに今ちょっとアピールしようとしてるのかもわかんないですね、ちっちゃくないよ、え、大きくないよ、あ、そう、え、何、え、何、顔ちっちゃくないよ、いや顔ちっちゃーとか言われると、ちっちゃくなったもんね、うん、でもなんか、そうそうそう、だから、うん、ちょっとそれでも、いや、そうでもないかなっていうのをアピールしてるのがよくわからない。よくわからない。まあちょっと今日位置関係がね、前後してるからね。うん、そうですね。ソファーに座ってますのでね。はい。なんでこんな風にしたのかなって、今ふと思った。こっち持ってきてまっすぐにすればいい。ああ。まあこれはこれでいいんじゃないですか、この感じの角度がたまには、うん、斜めってる斜めってる感じが、七海さんの前にいるので僕はもっとちっちゃいわけわかんないし、わけわかんないし、さようなら、ちっちゃくなってちっちゃくなってあーって、あのメインブラックに出てくるあの頭打たれるとちっちゃくなる宇宙人みたいな、なんか頭がシュッ、どうだ放置いいですよ、いつものことなんで、はい、放置しますね、一つの関係ちょっともうちょっと引っ張ろうかな、じゃあ今日の七海さんの 日かなっていつもそうじゃん何がほとんどいつもそうじゃん、でもきっとそうじゃないと思ってはるん、割とね、あの自分で評価してるのと人からの評価って本当違うので、自分ではこう思ってても人からどう見られてるかとかですね、それも人ってたってそのたまたまその人、ただすごく思うのはそのたまたまって言ってもたくさんの人がいらっしゃってもそれを目の前の人がこうその自分が聞くその評価とかですね、そこをですねもう本当にあの まあ、さっきとしても言ってましたけども、そこに対して一気あの全部こう意識を持ってきてますと、うん、全然違うところの評価とかそういったところが全然こう聞こえなくなったりですかね、全くこうあのなんて言うんでしょうね、もうその辺が、面白いですよね、自分がどれだけどのような状態になって変わってるかだけなのに、どうしてもそこの、でも多分これって目の前の人がそこを表してくれてるその言葉っていうのは絶対に自分にとって必要な 話とか自分にとってその時の何かを受け止めてる声なわけなんですから、ということはそこでそれを受ければいいわけですよね。いちいちそんなふうに考えてんの？うん、今考えてないっけ。いちいち考えてないんですよ。今はこれは何言ってんですか。今はスピリチュアルテレビなので、うん、そういうことのあれを話してるだけで、いちいち考えてるわけないじゃないですか。そんなことをある意味、まあそう考えてもいいですけど。これは今テレビ番組でこのようになったとしたら、私は多分そういうのを話するのが、そういう話し方っていうかそこを喋るだろうと思って喋るぐらいなんですよ。今日は、うん、特に今日はですね。どうしたんだ、何がよくわからない。そこ私の方がわからないですよ。今日めっちゃスピリチュアルテレビしてるんだ。最近そうなんですね。あのスピリチュアルテレビ、ちょっとすいません。つい最近まですごく
否定的な意見をただ述べていたことをあの深くお詫び申し上げますというぐらい。否定的なこと言ってたんだ。結構言ってたじゃないですか。俺は否定的なこと言ってましたよ。言ってるつもり全くないし。だけど私は。あなたが否定的なこと言ってるとも思ってない。ああ、私的には。それはあなたの見解であって。そう。否定してないでしょ。いや、ちょっと微妙に、あの、スピリチュアル、まあ、そうスピリチュアルわからないよとかね。わからないよは別に否定じゃないでしょ。あ、そうなんですか。わからないが否定だから。私は微妙に、あん、否定とかどっちか苦手だったんで、それ否定じゃないですか。苦手は否定じゃないですよ。あ、嫌は嫌は嫌は。嫌は別に。ダメとは言ってことない。あ、そうなんですか。ああ、じゃあ私そういう意味では嫌っていうのが全部否定だと思ってましたね。あの、そうなんですね。別に否定、相手否定してるわけじゃないでしょ。私は嫌って言ってるだけでしょ。そうです。私は嫌っていうだけで。相手を否定はしてないですね。うん、いや、どういうつもりで言ってるかにとるんじゃない、それは。つもりが大事だよ。いや、つもりで言うと、多分結構私的には否定なんですよ。嫌イコール。じゃあ、それは否定してたんだよ。そうなんです。だから今言ってるんです。前はそうだったけれどもっていう、あのね、本当にね、なんでそこのそういうことをにこう没頭できるかというか、そのそういうことっていうのは非常にこう特 に苦手でしたね、はい、苦手でしたね。すいません、それはそこにはやっぱスピリチュアルって特別なことっていう意識があるんです。きっとそうだと思います、ね、特別なことだったとに思えてたのかもしれないし、うん、でなんだろう、まあ、単純にあんまり心地よくなかったからかな。ちょっとやっぱり嫌な、そういう意味で嫌な経験をいっぱいしましたね。お家に来てここに何かがいるとかって言われたりとかです。なんじゃこれみたいな、もうあの時の感じはもう私、なんでこの人たちと、何この何わけわからんとかっていうような、ちょっと人たちが結構ね、来られた時ありましたですね。あの時にそれでそれがこうなんかそういうあのね、そういう、なんか、そういうふうに言われたとき、スピリチュアルだとか言われたときに、その何そのスピリチュアルってっていうのが、最初の。いや、そういう人たちもいるしね。ことだったから、いいんじゃん。そうね、そうなんです。だから、どうしても、今はもちろんあれなんですよ。動物園みたいなもんだね。そうなんです。非常に、あの。いろんな人おられますからね。まあ、もう自分たちもいろんな人の中の一人だからさ。そうなんですよね。うん、はい、うん。で、あ、そうなんですよね。で結局でも母と、例えば母とかですね、母はまたそうでもないかな、まあうちの夫とか、例えば家族の中でも職業的なものもあるのかな、なんかやっぱりその私をそのように 見る、そのいわゆるそういう、あなたの弟さん曰く、まあ奈々ちゃんとさ、まあお姉ちゃん二人がさ、もう大変なんよっていう、そうもう大変なんよ、なんかこう言ってはれました。そう、同じ枠組みというかですね、同じじゃないと思うよというふうに彼は見ているという、うん、やっぱりそのね、全然違う、自分たちは全然違う、それは同じじゃないっていうか、同じでいたいと思ってね、きっと。あ、じゃあ同じじゃなくいたいと思ってね、同じになりたくねえって思って、それは多分同じところがあるから嫌なんだよ。それ誰がですか、弟ですか。ああ、多分かなりに置いてそうなのに。嫌っていうかさ、なんかその、うん。まあ、通常で言うと多分、日本の今の状態で言うと、普通にこう、事業の社長、事業やってて、その中の社長でたくさんの人たちを雇ってみたいな、そういう会社組織みたいなことでの中で彼はいるわけですね。ですので、まあ、私とか、まあ、私の妹も特にちょっと変わっておりますので、いわゆるこう浮世ではない仕事をしていると。浮世ではない、どういうふうに表現すればいいですかね。まあ、浮世じゃないですよね。なんて言うんですか。浮世ですよ。あっちが浮世なのか。いや、全部浮世です。全部浮世ですけど、どう言えばいいの。まあまあ、そういう世俗的では、世俗的、そちらですね。
言葉が難しいですね。世俗的ではない仕事をしてますと、やっぱりこう、ただ私はやっぱり主に同じだと思うんですね。妹ともよく話すんですけど、同じなんですよね。根本は同じなので、それを、経済活動の方に重きを置いてるか、そうじゃないかだけで、ただでもすごく大事なところはやっぱ一緒だからなので、全部つながってますから、当然、どれだけに何かにこれが秀でてる、この職業的なものとしてこれはこうだっていうのはあったとしても、決してこう、なんでしょうか。うん、やっぱり同じなんで、かなと、そうそう、最近はそういうことが、そうなんです。結局のところは人間の営みだからね。はい、そうなんです。同じなんです。同じなんです。演じてる役割が違う。そうなんです。特別ではないし。役割が違えば言葉遣いも変わってくるし。そうです、そうです。そうです、ね、そんな感じです。そうなんです。その中で自分がどのように。そういうものっていう、はい、まあこれも一つの固定概念でさ、そうしてるんで、人が。うん。うん、だからそれがそういうものっていう固定概念が、だかららしさみたいなところが、うんうん、そのままいらねえじゃんってみんなが思ったらなくなってくるんでしょうね。そうだと思いますね。何かにそこに そうね、特別性なんですよ、ね、ある意味それ縛りだからね。そうなんです。自分でそれをそうあるべきとかさ、はい、そうなんです。坊さんは坊さんらしくせいやとかさ、それもあったりとか、学校の先生は学校の先生らしくしなきゃいけないとかさ、うん、まあまあそれって社会的な約束事の中での、うん、まあまあその方がこううまくいくっていう、まあ、ある意味の価値観なんでしょうね。でそれが根底から覆ってくればさ、あれなんだろうけど、僕は別にそれはそれでいいと思うよ。だってそうで、その方が分かりやすいじゃん。分かりやすいがいいと思うよ。やっぱり坊さんなのか学校の先生なのか八百屋の大将なのか分からへんがなっていう人ばっかりになっちゃうと、ちょっとね、いちいちめんどくさくなるかもしんないよ。分かんない、何がいいか分かんないけどさ、何がいいか悪いかなっていくだろう。まあ職業、うん、そうですね、面白いよね。だからいや、だから逆に希少価値的にさ、な、坊さんらしくない坊さんがもてはやされたりさ、なんかそういうのがまたあってさ、まあ、面白いね。できっとただ当たり前だけど自分たちが忘れてるのは、ただ単に進化してるだけなので、どん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 変わっていって、ただ単に成長絶対してるんですね。何らかでちょっとずつしてるんですけど、そこの中を自分がどのように成長したいかとか、どのように生きていくっていうのを、ね、必ず絶対みんなどっかで見てる。でそこをただやってる。でその中で、きっと関わってくる人たちもみんな違うし、でもしかしたら職業とかそういったものも変わっているかもわからないんですけれども、ただある部分、なんだろう、自分の根本みたいなものってじゃあ一体何、ですからそこを職業として見ていくのか、職業がどんな職業でも実は構わないんですよね、きっと。何をそこで自分がそのことでやるのか、何をこう、まあ、いわゆる役割とか役目とかいろんな今表現があるんですけど、何を、そういう考え方すると何か職業が前に出てきちゃうんだけど、何をしたくてどの職業を選んでるか、まあ、そこでもいいと思いますね。職業なんてものは表現手段の一つだもん。そうなんですよね。だからその職業をにつくこととか、それをやることをなんか大前提っていうか、なんか目標とかに夢とかにしちゃうと、なんかちょっとバツあんまり良くないんじゃないかなって僕なんか思うんでね。もちろんね、もっと先のこうしたいからこの職業をやってますみたいな、そこが何かきっとそうだと思います。っていうのは思いましたけどね、僕は。そう思って、大学の時に、うん。いわゆる何を目的として、何のためにとかっていうね、何かがあった上でのその、きっとそれっていうのが、
最初分かんなくって もちろん職業でもいいと思うんですけど、でもその中にいる時に何のためにとか何かの目的にということがちゃんと見つかれば、多分本当にそこはどこの職業にいてもそこがきちっといくんかなと思いますね。あのほら前世記憶のね、あ違うか、お腹の中にいる時の記憶を、まあ、あなんだ体内記憶か、体内記憶で有名な池川明先生曰く、その生まれてくる子供たちってみんながこう同じように世のため、うん、世の中のため、人のために役立つために生まれてきたんですって言うって言うちゃう、うん、そのために自分が何をしたいのか、うん、何ができるのか、うん、のために今どういう仕事をするのかっていうか、どういう職業に就くのかっていうところなんでしょうね。そこの何のためにが違うと多分苦しくなってくるんだと思う、何やってても、うん、もちろんですね、何かが欲しい、うん、あれそういった欲しいの当然構わないんですけども、あんまりそういったことばっかりのところに意識があるうちはもしかしたらいつまでもそっちばっかりで、やっぱりここがあった上でそこがあるぐらいのかぐらいだと多分そんなに あんまりそうないんですけど、割とこれがその部分の何のためのって目的があるっていうことの方がすごい重要で、でそのためのに、じゃあ結局何を、でそのためにはどのような形がいいのかっていうのが、きっと周りの人のもしかしたら関係性にも出てくるのかもわかんないですよね。自分がいくらそこがあったとしても、じゃあ誰を目標にする、誰の話を聞く、誰の例えばアドバイス、こうやって、何かを相談してみるにしてもそうですよね。もちろん一人で、もちろん一人で考えるんですけれども、一人で考えるって言って、一人の力、一人の意識なんていうのは本当に、常にどっかでみんな学びますよね。何らかで学校に行ったりとか、何らかで人と話をする、何らかの先輩、そういういろんな、私は今はすごく思うのは、どんな人でも、前は結構年配の人とか親とかですね、年が上の方と思ってたんですけど、今どちらかというとちょっと若い人ですね、とかにお話聞くと、いやすっごい勉強になるなとか、そっちを思ってたりとかですね、まあその辺が、よく言われているように、今すごく言われてますよね、メンターを持ちなさいとか師匠を持ちなさいとか、そういったのも、なんか分かります、なんとなく分かるような気がします。で、この人一人と思う時もいいと思いますし、何人かの方こういう人の話を聞くとすごく勉強になる。私は割とですね、ネットの使い、ネット？インターネットの使い方もその時にこうちょっと思った時にパーッと、 Facebook でもいいんですけど、パーッとこうめくった時にパンと手が止まった時、パッと見た時が割とほー、ああそうか勉強になったなとかですね、ああそうかとかの、割とそういうことも一つの自分では、なんかこう自分の中でこうぐるぐる落ち込まない、落ち込む、自分の中だけで勝手にこうぐるぐるして しない方法としては使ってますね。うん、とかこう、まあ私は本当に隣にパートナーがいると、割とこうと多分どうでもいいようなことでもポンといくと、割とこうポンって言われたことが、ああそうかそうかなんだとか思ってスッとなくなるようなこととか、それもありますので、本当に人という、ありがたいなってやっぱ思いますね先生。先に生まれてますからね。ねえ、5年ほど先に生まれただけなんですけどね。で、まあ、あとは子供の方が、まあ、僕はでもね、思うにね、あんまり一人の人にねこう執着しない方がいいですよって僕は思う。もう人はね完璧じゃないから、たまに間違うし、それをもさ、なんかこう肯定していかなければいけないのかって思い始めるとね、ちょっと大変なことになることが多いように僕は見てて思うんですよ。だから、まあ、いいとこ取りだから、真反対の意見も聞いた方がいいですよね。そのある人が言う、こう、右って言ってて、ほうほうほうって、左って言ってる人の話も聞いてみると、ほう、なるほど、
って思えることもあったりするしね。あんまり一人の人に執着して、誰あの人がこう言ったからとかさ、宇宙の真理は一つなので、誰が言ったじゃない時もあるしね。で大抵はね、皆さん気づいての話してるとそうなんですけど、そういうことを言ってる人も特別性、特別じゃないんだよって大抵言ってるんですけど、割と皆さんその特別な人だけがそういうことを言えるとか、その人が特別ってしたい時があるんだなという、うん、感じはしますね。私もそこは思いますね。でもまあそこはそこで、例えばお釈迦さんもそうですよね。特別っちゃみんな特別、ね、そうなんです。特別といったらみんな特別なんですよ。で特別な人はいないんだよということをみんな 役割だから、みんなそれをそういう死と言われたりとか、何かこう、いう人たちだった、まあ、大抵やっぱりそういうことを言いますね。それが分からないうちは多分そういう人たちの話をいっぱい聞けばいいと思いますし、だってお釈迦さんだって結局自分で言っておられるのが、どんなに、本当に素晴らしい何であろうと、自分の何か魂だったっけ、何かが腑に落ちないことを受け入れることはしない方がいいとか、なんかそういうの言葉があるんですけれども、ありますよ。お釈迦さんの言葉として、どんな人が言おうと、どんなに素晴らしいことであろうと、なんかね、自分の中にそれが正しいというあれがないのに、そこは違いますよって。これは私の、まあ、そのシータヒーリングやってると、シータヒーリングのバイアナさんのシータヒーリングの本の最初にページにポンとある言葉なんです。あれをポンと出されてることで、あ、すごくこの面白いフラットな人だなと感じたのを覚えてるんで。誰が？バイアナさん。あ、バイアナが。はいはい、それを引用されてる。お釈迦さんももちろんそうですよ。お釈迦さんももちろんそうですけども、そこがポンと出てるので。お釈迦さんが生きてる時に俺なんか話聞いてみたかったな。そういうふうに言われる人いっぱいいますね。空海の話を直接聞いてみたかったとかですね。聞いてたかもしれない、ね。そうかもわかんないんですね。とかですね。非常に、だから、どんなんやろうなとか思うよね。どう、まあね。そんな感じで、どんな、多分、そんなに変わらないんだと思うよ、みんな。みんな特別なんだよね。特別なものはないね。ただ単に当たり前のルールはあるだけなんですよね。だってさ、近所のおじいちゃんとかがさ、うん、言ってることとかさ、すごいよなって思うじゃん。ああいう人たちのものをさ、例えばこうそれなんていうの、それっぽくさ、なんかこうまとめてさ本で出しちゃったらさ、その人がものすごい特別な人にきっとなっちゃうんだよ。それみたいな感じで、何かでそうなんですね。で当たり前のように人より努力してるから、いくら天才と言われる人たちは本当に別に努力をしてる、当たり前のようにそれをやってる、次のことやってるからそれがみんなってっていうだけのことである、当たり前のことなんですよね。それが面白くて、むしろ何にしろ、絶対にそこの部分やってただけなんですよね。ただずっとやってるだけ、そこを、なんて言うでしょう、あの人は特別だからとかね、あの人は天才だからとかね、みんなそこで自分の夢とかね、自分がやってることを放棄しているからそれだけ、あとは自分が、そこに自分は自分でいいですよね。ああそうなんだ、ああそうかって思ったら単に続けてるだけ。さあこれから、これからですから、いくらでもその時に、私はすごく今さらに、あ、やっぱりそうかなと思えるのは、だからこそこういう時もあるわけですね。まあマイナスプラスって言い方でもいいですね。こっちに自分が行ってる時もありますよね。そこの部分がすごくなんか分かってるな、分かってないようなところでガーってやってる時もあるけども、そこがなんかで気づいたらこっちに、ほら、こんな力が働いたとしても、フレミングの法則、何がしたいの？手の上に乗っかってる的な。顔？え？こんな風に。僕は孫悟空。こんな風に。こんな風にこっちに触れてる時もあったけど、でもそこに気づいたら今度はもうこちらに帰るだけなんですよね。で、そこをただ単にこう言ってるだけなので、ただそこが気づいたら、あ、そうか、
そこを自分は直そうとか、あ、そこなんだなって、じゃあそこを変えましょうとかっていうのを思った瞬間に変わります。で、ただそうじゃないと必ずまた同じところがまた来ます。こればっかりはどうも、どうやら本当のルールのような気はします。真実のところはそれはどうやらこんな風に、やめてくれ、もしかしたらこうかもしれないんですけれども、内容してきた、そのように繰り返すことで、ですからよく勘違い、これ本当にいい キーワードとして、昔からでもこれは割とよく私たちは言ってるんですけど、楽しいという意味を、遊びという意味も、もう言葉によって受け取り方違いますので、すごい違いますよね、うん、楽をするとかそういうことはないんですよね遊びでも何かを一生懸命やって、例えば仕事でもそうですけども、楽なことじゃないんですよね。やってると楽しく感じるようになってるだけで続けてたら、絶対に途中ではなんかもう本当によく言われますよね、いつも楽しよく言われました、楽しそうで舞台の時ね、嬉しそうにしてますから本当に仲いいですねとかって、いやさっきまでバトルだったんですけどみたいなのとか、でそのバトルって何かって言ったら、お互いのああしなさいこうしなさいが何かぶつかってるとかですね、かなりそこでいわゆる修行してるわけですよね、そこの部分を。でもそこにおいてそこをちゃんと何かで、ああでもここは仕事だったらここの部分はっていうのは多分やってるんですよね。例えばですよ、他のことでもそうですよね。なんかこうそれを外から見ると楽しそうに見えるっていうのは、ただ単にそこはそこでそれを楽しいように変えてるだけで、決してなんか意味わかりますよね、だんだんね、ただだん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 当たり前にどんなことをやっていても、ああそうか、次のチャレンジが来てるだけで、でそこが本当にクリアになってたら、どんどんそこはもうそういう苦でもないんで、うん、次の段階にピョンと上がってますからね。素晴らしいな、ピョンと上がっちゃったものっていうのは実はもう下がれないんですよね。次の段階に上がったらもう次の段階のこっちに行くだけで、どんな次の段階が待っているのか、ペロン どこにここか、あこうか、こうですね、あいい感じですね、ちょっとこれ、あここの手をこうこういいじゃんいいじゃんはい、そんなもんですはい、そんなもんですどんなもんだどんなもんだまあとにかく今、ね、あ幸せと思えればいいじゃないのまた俺ちょっと太ったな、リバウンド北原さんに昨日、はい、小島君若返ったね若返ったねって散々言われたんだけどさ、なんかそんなに若返っちゃったのかな僕どんどんちょっと変化してますね、若返りましたって言っちゃった北原なんか、うん、なんていう顔されちゃった常識で考えてたりとか、いろんなことを考えると、まあ当たり前の老化というのもありますし、で、というふうに思ってますと、当然老化していくんですけど、今はまあ次に当たり前になってきてる感じっていうのは、そこも全部、どん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 こう、進化していってますからね。今までと違うところに、つながり始めると、もしかしたら固定概念とか、こうであろうというものの感じはどんどん変わってきますよね。もっとちっちゃく。うん、こっちかこうかで、若くあるという状態も、あこうですね、いいですねこの感じがですね、ちょっとこれでしばらくいきましょうか、うん、ちょっとこう、あこっちか、いえ難しいですね何がしたい、じゃあそうですね、まあこんな私たちですが何をすいません本当にすいませんということで、はい、そろそろ
終わろうかな思ったんですけど、ね、ちょっとあのインフォメーションしようかと思います。あ、そう、あのインフォルマーション、はい、ちょっとしようかなと思います。はい、どうぞ。はい、どうぞ。こんな私たちと画像が良くなった急に。そうですね、やっぱりですね、今インフォメーションじゃない、インフォメーションです、インフォメーションだけど私長いです。やっぱり何が何それ。ちょっと最近ですね、何年か前、4、5年ぐらい前に何回かやった、はい、4、5年ぐらい前、もうちょっと前からですね、まあ、私と出会ってから割とすぐに頻繁にやってたのは、合宿ですね、リトリートみたいな感じで、今結構割と皆さん断食とかいろんなリトリートってされるようになってますけれども、私たちも本当に9年、ぐらい前の時から、その時はその時での楽しい、本当にね、その時は、街を一緒に歩いたりとかですね、街の中で見つけた銭湯にみんなで行くとかですね、ね、そのことにやってたよね、うん、倉敷とかね、そう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 、で神社の牛窓っていう岡山の日本の営業会、はい、牛窓っていうところなんですけどね、はい、歩いてたら途中からねスコールのような雨が降ってきて、ね、そうですね、やることになったことで、本当にそういうところではなんか神社お参り行ってそこで神社でご奉仕させてもらってこともあったりとか、なんか結構あと外国に行った時はオーストラリアとかでも、おかげさまでそちらに友人がいますと、その友人の人にやっぱり連れてってもらう場所っていうのは、オーストラリアは友人に連れてってもらってないよ。じゃあハワイにしときましょうか。ハワイね、だからちょっとやっぱり皆さんが、ね、そうですね、宮古島は海外じゃないけどあんまりこうまあ今はちょっと分かりません、あの頃にしたらあまりこう人が行ってないような、地元の方が楽しまれるような場所に一緒に連れて行っていただいたりとか、海外の時には、あの 今されてるのかな、あのフラワーエッセンスのね、あ、もうあのケンさん、ケンさんね、かなり昔に、日本人じゃないんだけどね、はい、そうです、そうです、すごくケンさんのお家に行かせていただいて、やっぱりすごい素晴らしい、あるでしょう、ケンさんはまあ多分カメ置いてきたんだ、ね、僕あそこにあのカメの中の着物をこそって勝手になんかこういろんな場所に今まで何人かの方とね、はい、何人の方と一緒に行かせてもらいました、はい、でそういうことやったんですけど、今年からまたそれをまた始めていこうと思ってまして、バリ島の方に、6月11日から、うん、4泊6日の旅という形で、今回のバリ島のメインっていうのもないんですけど、まあ、単に私たちと一緒に行って、向こうで瞑想したり、もうななみちゃんの健康糖質制限食料理教室やったり、ヨガやったり、なんだったり、まあ、基本得意なのは得意なところでやるんですけれども、まあ、来られてる方の中に例えば私こんなことできるよって方がいたら、その方に一緒にこう、何かね、カード遊びでも何でもいいんですけれども、まあ、そういったことも楽しんだりとか、ことができればいいなという旅にしてます。で、タイトルにしてるのがゆるゆるになってます。ただ私以前からそうなんですけど、結構そのことによっての人のつながりとかですねあ、若返り、今回若返りがテーマになってますね。ゆるゆる若返り、はい、バリ島ツアー、はい、ぜひいかがでしょうか、ご一緒しましょう、はい、関空から と羽田からと両方、羽田じゃない、成田昨日羽田からも出てるか知らんけどさ、はい、成田から両方ありますので、ほぼ同じ時間に空港に着くので、はい、どっちからでも出れるように、航空券も旅行代理店さんの方で手配していただきますので、まあ、当然格安チケットで取っていきますので、まあ大体15万から20万ぐらいあれば全部 OK かな。
割とではかなり、楽しんで、自分をリフレッシュさせることができるんじゃないかなと思いますね。プール付きのビラっていうんですかね。プール付きのって自分コテージの一つ一つのですからお一人お二人部屋なんですけどそこに一つプールが付いてるって感じです、ね。ですからじゃないところもあるから。あ、全部付いてないの？うん、いくつかで一つのところ。ああ、そうなんだ、そうなんだ。一概には言えないんですけど、うん、できたら何らかで裸んぼっぽで入れたらいいなと思ってますので、まあ、そういう交代してはい、はい、でその近くにも高級リゾートホテルがあって歩いても行けるかな。そこにはなんかスパとかレストランとかいっぱいあるらしいし、結構ねそこは僕らが前行った時はまだできてなかった。最近なんかすごい開発されていっぱい周りにそういうとこできたらしいのでいいと思いますよ。はい、ぜひよかったら6月ご一緒しましょうということと、あと今ですね、ライブが次にあるのが裸んぼでプールでね泳げるよで、ちょっと行くでプールサイドで、ココナッツ、そこではココナッツオイル使ってないんですけど、ココナッツオイルっていうのは水に完全に溶けますので溶ける、その自然のものでね、例えばそこの横で本当にオイルマッサージをしてそのままプールに飛び込むとかですね、非常にそういうこともあったりとかですね、楽しいですよ。でそして、あとはライブも各地でやらせていただいてますし、去年はちょっとあんまり岡山以外ではやらなかったんですけど、今年はどんどんやっていきますからね。あ、8月9日に、はい、なんと島根県どこ出雲かな、わかんない、なんかどっかでライブが決まりまして、はい、僕ら今までにですね島根県と秋田県だけ行ったことあるんですけどライブをやってなかったんですよ。これであと島根県が白地図で色塗れるのであと秋田県だけ秋田県って犬じゃねえよ秋田県で誰か僕らのライブ主催して、そうだけじゃなくてもいいよ、もう一回やったとこでもどんどんやりますけど、あと去年、一般社団法人ディジュリドゥ健康法普及協会ってこういつも噛みそうになる長い名前の協会を立ち上げましたけど、山口県の脳神経外科医沼田光雄先生と共にですね立ち上げました。これが、ディジュリドゥを吹くととても健康にいいぞということでですね、それをディジュリドゥ健康教室っていうのを全国展開していくのにですね、その教室を運営教える先生を今養成しております。一般社団法人ディジュリドゥ健康法普及協会一般マイスターっていう資格をですね取っていただくような形でですね、2日間で、8万円という講習料なんですけど、全くディジュリドゥ吹いたこともないのよっていう人でも2日間で先生になれます。循環呼吸はできなくていいんです、それはまだ先の話なので、演奏家になるなら循環呼吸をやっていただければいいんですけども、このディジュリドゥ健康法には循環呼吸は必要としませんので、ブイーンという音が出せれば大丈夫ね。これ本当に、ね、福岡で去年も4人の女性が一般マイスターさんになってくださいましたけど、その時3人は本当にディジュリドゥ吹いたこともないっていう人でした。でも大丈夫。でディジュリドゥっていうのは皆さんすごく多分ご存知だと思います。もう知ってくださってると思います。わからない方はディジュリドゥで検索してみてください。でそのディジュリドゥっていうので非常に、例えばいろんなところに、私の場合でしたらやっぱり声がすごく出るようになりました。歌を歌いたくても歌えない時期があったんですけれども、まあ彼と出会ってやっぱり歌を歌いたいということで歌い始めたら、実は20年ほどほとんどそんなに、特に子供の時は合唱団いたりとかですね、よくこう歌を歌ってたんですけど人前でも、ああそんなに、ね、20代になってそういうこともなく過ごしているといざ歌おうと思って歌ってても実は声が出てなかったりとかね。でそういう時にこのディジュリドゥ、そこから発声練習という形でやるという手もあったんですけども、彼はこれディジュリドゥやったら絶対歌えるようになるよということを言われて、えっと思いながらちょっと私もやったわけですね。そうそうそう、そのね、うん、そういう話、その話だけど、昨日
その鶴本正宏くんのバースデーパーティーにゲストで来てたあのうさぎっていうね、若い、まあ僕らよりは若いけど30代前半のデュオの2人が、ね、男性ですよ、あの歌うまい、もちろん歌うまいんですけど、そのなぜか僕もその観光バスでね横浜の方から行ったんですけど、その中でカラオケであろうことかなんか順番で回されてですね、あの歌歌った時歌ったんで、それをその彼らが、いやどうしたん、すっごい高音の伸びとかスムーズでいいですよねって言うから、ディジュアレやったらいいよって言っといた。あの本当にね、ディジュリドゥやるとあの私の歌もそうですけども、よく言われます、今言っていただくようになってます。ただあの本当にあの歌い始めの頃は全然そうでなかったんですね。けどそれが年々どんどん変わってきてるっていうのは、すごいディジュリドゥっていうのは非常に歌を歌える方に、はい、美と健康にねとてもいいし、あの本当声質変わります。はい、で唇を震わせるのもあると思うんですけど、ここら辺が私のこの顎のライン見ていただいてもいいと思うんですけども、僕ほうれい線ないよ。ほうれい線大好きだけど、非常にすっきりすると思いますし、はい、多分全身のそのことで刺激をされることで活性化されるというのも、脳神経外科医さんが言ってますからね。はい、まあ、あの循環呼吸っていうその特殊な呼吸法で音を途切らせないようにずっとこう演奏していくんですけど、それはちょっとあの時間かかっちゃう人もいますから、それはまあその先で、それできなくてもできますから、あの本当にお気軽にお問い合わせください、ここへって手で出せる、出せるかな、はい、そんなもんな、はい、で、はい、そう、カウアイ町のフラワーエッセンスのケン・カールソンさん、そうです、そうです、はい、はい、そうです、マカニさんがご存知だった、そう、懐かしい、そうなんです、そしたら、はい、そのテディも知ってて、映像あるかも、そう、素敵なところへね、あの行かせていただきましたね、お友達がね、もう、うん、7年も8年も前だと思います。なおかさんという人がいるんですけど、連れてってくださって、で、あ、いいですか、日本語また2回行ってるよ、うん、で、そういったこととかですね、あと今私の方が、さっきも言いました、糖質制限といいますか、ちょっと変わった食事方法で去年20キロダイエットっていうのを成功させております。最近はさらに僕も10キロ失礼しました、もちろんシータヒーリングという形もやってますし、最近は本当に新しくあのどんどん自分でも進化しているということで、素晴らしいまた道具も手に入れましたので、これを今個人セッションという形で皆さんにお伝えしたりとか、そういう時間を持っています。で、名古屋にですね、実は名古屋ですね、5月の、ね、5月、はい、12日に北名古屋市の、はい、カフェ、はい、アウラさんというギャラリーカフェで、はい、ちょっ と体を動かす、地球とつながる、宇宙とつながる体操やっとられるオリジナルの方とコラボレーションで僕らライブやるんですけど、その後13から15日まで、16日でもいいんですけど、ね、16日の名古屋市内におりますので、はい、遊んで遊んでって、それ違う、今インフォメーションの仕事をこれね、皆さんにやっぱりそれは個人セッションとして体験いただけますので、ぜひお茶会とか無料、あ、もちろんそういった体験会っていうのも させていただくんですけれども、個人的にも、そういうことをっていうような方は今、メールとかそういうことで、うん、ちょっとホテルの方に来ていただくって形になると思うんですけども、もしくは別の場所、はい、もちろんいうこともあり、はい、行くことも、はい、大丈夫です、あり得ます。で、あとの日にち、その以外の時には、今のところ岡山にいますので、当然岡山近辺、またどちらかで言っていただいたら、もちろん岡山では、うん、その違う時ですよ、大阪だったりします。まあまあ大阪は思いますけども、今日はお問い合わせいただいたらどこかの場所でっていうことは、その方と一対一でなんていうの、予約セッションでもいい、そうです、そうです、それで、グループセッションでもいいですよ、そういったことを対応させていただきますので、はい、ぜひよかったらお気軽にいろいろリーリさんっていうのはニコニコ、はい、ニコニコはいいですね、見ているとしてもリリーさんって言えば、この間リリーさん、リリーフランキンじゃないよ、リリーさん、あのね、
女優でありシンガーソングライターで大先輩ですね。あのライブを今リリー&ヨージっていうねデュオでデュエットで、デュエットじゃないなんていうのユニットでやられてるんですけど、もう 4,5 年前に僕らあの岡山県の津山市っていうところで FM ラジオの番組やってた時に電話ゲストでね出ていただいてて、でも生リリーさんには会ったことなかったんですけど、この間お会いできまして、リリーさんですこの人、はい、長い大丈夫です、今もう次のこと言おうと思ったらもう、はいはい、分かんなくなっちゃいました。あ、そうですね、若返りと言いますか、あの私たちもおかげさまで年さんも本当に言われたようにどんどん会うたびに若くなると、御年をお伺いしてましたらちょっともう僕57歳になられまして、あと3年もないわ、あと2年と、はい、お今4月2年と8ヶ月ぐらいで、まあありがたいことですね、はい、うん、まあ、まあ、ということで、ね、はい、ちょっとそろそろ、今日の次のここ11時でチェックアウトだし、はい、次の予定に移る、あなたはこれからお伝え、はい、そうです、僕はこの辺で、はい、あの人に会って今後のいろんなことの打ち合わせをさせていただいて、去年は本当はあの東京一回も来てなかったし、名古屋よりも東に行かなかったのね。あ、去年、いや、静岡までは行ったか。去年はでほとんど。大豆ぐらいまで行ったのか。ほとんど出てなかった。だけど、関東、以北行ってなくて、まあ、今年はね、北海道も行くつもりですし、もうちょっと、去年よりは動こうかな、と思ってますし、まあ、海外も行くべって、まあ、バリ、早速行くんですけど、オーストラリアとかね、いろいろ。キーワード的には今若返りたい方で構いませんのでぜひよかったら若返りたいっていうか、まあ、あの若さを維持したいとか、ね、はい、でもいいし、おかげさまで、ということでが、はい、させていただいてますので、でテーマは何でしょう、友達仲間家族っていうことにしといてくださいということでちっちゃくなります。今日はそのテーマ、ちっちゃくなるとしさんがありがとうございました。手が一緒一緒。こうか。手だけ大きく。またねー。またねー。テリーさん大丈夫。テリー寝たまた。そんなことはない。はい。あ、また。